はい、さんおはようございます、えー、今日も社内から、えー、動画を回しております、えー、今日は、えー、令和6年1月31日、えー、1月ラストとなりますね、えー、今日はちょっとねあのお小遣い事情について語っていきたいなと思います、えー、現在僕は28歳の、えー、建設業自営業のやってるものなんですが皆さんのお小遣い事情ってどんな感じですかちなみに僕なんですけど、えー、月4万円 でその4万円の中に、あのー、普段晩酌で飲むビール、えー、仕事で食べるあのお弁当だったりだとか、まあ、コンビニの買い食いとかですねであとタバコだったりだとかもろもろ自分であの食べるものまあ夕飯以外僕朝飯食べないんで夕、まあ、飯以外ほぼほぼ自分でその4万円の中から。 やりくりしてるって感じなんですけどマジで4万円じゃ足りないんですよっていうのもまああの、まあ、このお小遣い生活始まって2年間ぐらいなんですけど次で3年目かで今まではね数々のあの奇跡を起こしてあの臨時収入ですねギャンブルだったりでなけなしの金で何度かね奇跡を起こしてきて あのやってきたんですけどもう3年目ねようやくこの大バカ者の私でも気づきました、えー、奇跡はねいつまでも続かないということでねちょっと生活を改めようかなと思ってですね今までの生活ですと僕はタバコを1日1箱まあアメスピで比較的ねあの本数は少ないんですけどあのー、割とちょっと安めなというかね420円で14本入りのタバコ吸ってるんですけどうん あれがね、結構、あのー、他のタバコよりも長くて、あのー、本数減らせるかなと思って、あのー、やったんですけどで、まあ、とりあえずタバコで、あのー、420円かかりますよねでそして、あのー、ビールも1日2本はあのー、飲んでましてそのビールは大体です、ね、150円ちょっとかな160円ぐらいかな今金麦1日2本。 え晩酌ででで飲んでおります、まあ、それ大体月、あのー、30日から31日とかそれぐらいありますよねでそれでもう3万円近く消費してるんですよ1日1000円ということでで残り1万円とでねこれもあの仕事でねあのー、あーじゃあたまにはラーメンに行くかとか、あのー、定食が入るかみたいな、まあ、建設業、まあ、そういうノリ結構ありますよねでそれであのーまあ、数回行けば、まあ、10回も行けばですね もうマイナスですけどそれがまあ月に56回あるとでも残りがねほんとね4 5千円なんですよねでそっからねあのー、調子のいい時は朝コーヒー買ったりだとかジュース買ったりとかしてもうギャリッギャリの生活してんすよギャリッギャリなはいもう4万円って本当ねあのー、お前結構もらってる方なんじゃねえのみたいな 4万円小遣いあれば、俺やりくりできるよっていう方もいると思うんですけど、やっぱね、あのー、飲んで吸っちゃうやつにとってはね、かなり厳しい展開なんですよね。まあ、ここはもう確かに自分の甘さもあるんですけど、それでですね、私、あのー、今年の目標がありまして、1月入ってから、1月中に考えたんですね。あのー、このままだと俺はもういつかもう倒産してしまうと。ね。 もう倒産してしまうからもうあれとあれをやめるしかねえなと思ってはいもうこのままの流れ今までの話だとね、まあ、あの2つしかないんですよねタバコと酒本日1月31日をもちまして引退しますやめますよああでこれね1月中からもね結構あのー、練習で取り組んでたんですけど、まあ、例えばあのタバコを半箱にするみたいな 14本入りなんで7本以内に収めると朝昼晩、えー、2本ずつ吸ってであと1個はほんともう締めの1本で吸ってもうなんとか7本に合わせてきたんですけどもうだんだんねあの本数減らすにつれてほんと自分が強くなってってですねえ今日2本でいいんじゃねえのみたいな、まあ、明らかに本数減ってきて、あのー、今月の小遣い、えー、5000円ぐらい余りましたねうん繰り越しで使いました でです、ね、あのー、お酒も、あのー、飲まない日も作って2日に1回飲んでたのかなそれでね、あのー、結構セーブセーブ力がついてきましたねでもう今日でねきっぱりやめようと思います当然ねあの祝い事だったりだとか、あのー、月に1回程度ですね、あのー、今日は飲もうかっていう日を、あのー、あってもいいなと思うので その日だけね、あの、お酒タバコをね、ほんとたまに、あのー、楽しみたいなと思っているんですけど、もうね、日常からね、スパスパ、もうガブガブ飲むのはね、やめようかなと思ってます。てか、やめます。はい、今日で。で、その余ったお金で、あのー、またね、今までね、ほんとおしゃれだったりだとかね、あのー、一切やめたので、はい。 というのもそのもそお小遣い生活は結婚というかねあのー、現在の妻と交際してから始まったんですけどそれからね全然服なんて買ってないしもう休日もね、あのーまあ、建設業なんで、あのー、今ね流行りのジーンズだったりだとかねトライチとかねバートルっていうブランドは結構ね、あのー、なんだろうなカジュアルな服が多いのでそれ着て、あのー、遊びに行ったりだとか、あのー、休日で過ごしたりしてるんですけどもうちゃんとね あの洋服も買って髪も切ってあの一丁ね皮のむけた男をねあのー、もう30手前なので今28なんであのー、ちょっとねそういったところにも気を使って生きていこうかなと思いましてはいそういったね宣言動画になっておりますあのー、皆さんのねお小遣い事情ってねちなみにどんな感じなんですかね よければ本当コメント欄でねあのー、ちょっとね長い説明文にはなってしまうと思うんですが教えていただきたいですね、なんかどんな節約術やってんだろうとかあと、ねあのー、僕らあのー、夫婦の中でルールを設けましてまあ、今年からあのー、僕は建設業以外であのー、稼いだお金をそのままお小遣いに回せるともう本当何よりのモチベーションですよね満額ですよ、満額。 なのでね、YouTube の更新だったりもね、もうめちゃくちゃ頑張っていこうかなと思って、はい。やっていこうかなと思います。このね、雪が解けたらね、もうガンガンこうやってね、車内でね、あのー、撮る動画だけではなく、すぐね、この、現在今山映ってるんですけど、この右手の方に僕のね、あのー、家庭菜園レベルですけど、あのー、畑もありますんで、お借りしている。 はい。そこでね、あのー、作物だったり作っていきたいなと思います。で当然ね、あの、カブトムシとかもね、ガンガン捕まえに行きますよ。ガンガン。はい。そういったね、あのー、皆さんもね、楽しめるような動画をね、はい。バッツバツ上げていこうと思うので、ぜひね、あの、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はははは。はい、そんな感じですね。あのー、ほんとね、 皆様もあのー、まあ男性の方がねあの視聴者様多いのでぜひねあのー、俺はこんくらいの小遣いでやりくりしてるよみたいないや俺は逆に余りまくって困ってるよみたいなねそういった面白い、あのー、エピソードありましたらぜひねコメント欄の方でお願いいたしますうーんこれから金貯まるんだろうなあ、うん、僕の計算だとだ大体いい3万円ほど浮くんじゃないかなとはい タバコと酒もきっちりやめて、うん、3万円程度浮くんじゃないかなという予想を立てておりますでそれでねたまには洋服買って、うん、そんなね優雅な生活をしようかなと思っていますはいってことでじゃああの今日はちょっとねあの耳が痛くなるようなお話だったと思うんですが共感してくれる方も多いんじゃないかなと思って 動画アップししてみました、えー、皆さんね、あのー、まだまだね日本は不景気ですがちょっと頑張っていきましょうはいで次にねなんかおすすめの副業動画だったりをね、あのー、ちょっとアップしていこうかなと思うのではいやっていきたいと思いますじゃあ皆さんお疲れ様ですアディオス